本日はサイドオーニング、サイドオーニングと、ドックライト、はい、今回はオーニングと一緒に取り付けします。やっとね手に入るからね楽しみなんですよ。車に泣けるのもなんか怖くなりますよね。怖いです、ね、慣れてても怖いですですよね。本当にそこで合ってるのかっていう、そう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 、これですね、ドックライトがつくのが。はい、これ夜道も安全。確かにバックするときね、夜のねバックは怖かったんですよね。横が見えないですね。そうそうそう、真後ろはねカメラが見えます。結構明るいじゃないですかカメラが、ね、はい、カメラの映像の方で全然見えるんですけど、横のタイヤの位置とかね、そう、この縁石とかあの辺が見えないんで、まあ、最近はこれを結構おすすめをさせてもらっています、うんうんうん、別に慣れてね、いらないよっておっしゃる方も多いんで、そうですよね、その辺はもう本当好み。キャンプ場とか真っ暗なんですよね。そうですね、ね、街中走ってる時にはほとんど気にせんでいいぐらい。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、あのとうとうあのオーニングが、はいはい、オークションありがとうございました。夏オークション、はい、ありがとうございました、はい、予算オーバーで大盛り上がりしました確かにね、はい、盛り上がりましたよね、まあ、サイドオーニングっていうね、あの、はい、ちょっとしたタープの代わりになるようなものなんですけど、はい、でこれ出す時の注意なんですけども、あんまりこう、はい、このまま出しすぎると垂れ下がってきてアームが持たないので、はい、これぐらいまで止めておいてください、まあ、2人いればあの真ん中押さえてもらって、はい、押さえ持って出す、はい、でこれぐらい前出したら、見えますかね、真ん中に足が、あ、はい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 、はい、これをこう出してみようって、こんな感じです。なるほどね。であの出すときはこういう感じで固定しながらちょっとずつちょっと出してください、はいはい、2人いればもう片り1人が支えて、ね、ザーッと思いっきり出して、はい、足出してもらったら、はい、で後ろが約 2.5 メートルあるので、はい、これぐらいまでは余裕で使えます。あ、まあ、あと足もあの伸縮できますし、はい、まあ、あの下がアスファルトなんで、うん、あのここ使ってますけども、はい、普通はもう地面としてあのペグ、はい、であったやつでも固定してもらって、固定する、ね、はい、かなりメジャーな装備ではそうですね、ちょっとした雨の時とか、うん、まあ、夏場の、ね、日差しあるきつい時とかにはかなり、そうですね、これがあるだけで随分と楽になるので、サイドオーニング、はい、いらんのちゃうかって初め思ってたんですよね、うん、まあまあそうですね、あれば便利、まあ、なくてもっていうところではある。でもね、キャンプ場とか行ったらね、やっぱあった方が絶対いいと思いますよね、はい、あとはこの先ね、言ったら横をこう区切って、うん、あの部屋みたいにできるやつもありますんで、そんなの使ってもらってもより便利です、うん、それのメッシュのやつとかもあるんですよ、まあ、あんまり雨はね多少大丈夫なんですけれども、うん、あの風の強い日はそこまで風に強い構造にはなってないので、そ、はい、それぐらいですね。今日めちゃくちゃ寒いんです実は11度、はい、11度でさらに風ありでね、そうです、ちょっと外作業なんで、ね、風がね、僕だけすいません手袋だけ素手です素手でね、はい、はい、ありがとうございます。で今回、もう一つ、はい、ね、つけたのがドックライト、ドックライト、ロカタ灯と言いますね、ロカタ灯って言うんですね、まあ、ドックライトって言いますね、キャンピングカーは、はい、これ今ついてないですもんね、今ついてないです、ね、じゃあつけますね、はい、じゃあそこですね、おお、明るい、明るい、明るい、あ、明るいですね、明るいです、はい、これ今まだね店の照明とかがあるんでちょっと分かりづらいですけど、うん、結構明るいです。そうですね、ミラーで見ても全然横が見えなくなっちゃう、見えないですよね。実はそれがねもうずっとちょっと気になってて、うん、でたまたまナッツさんに伺った時にねご紹介いただきまして、はいはい、つけました、はい、ありがとうございます、はい、でもこれは本当ね今おすすめのアイテムの一つです、ね、ですよね、はい、
これは本当にね、キャブコン乗られる方はぜひ、慣れてない方とかね。そうですね、うん、やっぱり街中をね、走ってる分、大きい通りとか走ってる分には特に必要ないかなと思うんですけども、キャンプ場とか細い道とか、そういう明かりのない、少ないところに行くときにはもうかなり力を発揮するので、あとは運転中もね、速報からの視認性も上がりますんで、はい、まあ、横からつ、まあ、突っ込まれる、うん、そういうのも減るんじゃないかなと思います。気づいてもらいやすくなるっていうで、ね、うんうんうん、奈良とか、前、西脇のキャンプ場とか行ったときは真っ暗なんですよね。この辺はそうですよね。もう全く見えなくて、細い道通るときに木とかあるじゃないですか、はい、見えないんですよね、うん、ここのね、ヘッドヘの後ろのでテールライトぐらいの明るさしかわからないんですよね、はい、テールライトはね、もうそれこそ自分が見る用の光じゃないですもんね。そうですね、うんうん、見てもらうためのやつなんで、そうなんですよ、そこまでではないですね、うん、これでかなりそういうね、山道とか走るにはいいですね、快適になったと思います。はい、これはね、絶対あった方がいいですね。こんだけ明るい。うん。いやいや、まあね、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。まあ、真正面から。まあ、なんで、できたらサイドオーニング新車、購入時のオプションとして、つけられた方が、後で後悔しないし割高になりますもんね。まあどうしても後付け作業っていうのはね、普通にやるよりも手間が増えますんで、その分ね、やっぱ新車の方が、新車時の方が安いのはまあ間違いないですね。はい、おっしゃる通り。ただでもやっぱ使ってみて欲しくか欲しくないかっていうところもあるので、その辺はもうお客様のお好みというしかないですね。キャンピングカー初めてっていう人はあった方が全然あれですね、安心度は変わりますね。トラックとか大体ついてるんですよ。あ、ついてました、はい、ドッグライトって言わないですけど、トラックとか大型車には路肩灯とかいうので、うん、だいたいついてるんですよ。あ、なるほど、ね、だってあっては、ま、当たり前みたいな世界なんで、うんうん、なので、まあ、キャンピングカーもこのサイズで車幅が広いので、うん、まあ、あった方が間違いなく快適ですね。購入時として前向きに検討して運転の自信ある方だったらいいでしょうけどね。まあでもなかなかこういう車幅で高さのあるもの、ね、そうですね、うん、いくら自信があっても、まあ、見えないものは見えないです、ね、見えないですね山とかね、峠とか抜ける人だったらね、全然安心度変わると思うんでね。そうですね、はい、本当に見えるっていうのは安心ですから。そうですね、そうですね、そう、ドッグライトを今回取り付けしました。はい、はい、ナッツさんに、ナッツさんに、はい、はい、それで今まで真っ暗だったんですね、ここは。うん、そうですね、こんな状態。はい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 、でどうしてもサイドミラーからは見えへんかったんですよね、はい、それを実際に取り付けることによって、はい、あそこにあるこの駐車場のね、この線が見えないんですよ、ここはないと。ああ、そうですね、うん、それで今回これを付けたことによってどれだけ止めやすいか、はい、ちょっとチャレンジしたの。そうです、そう、ぴったしやけれど、もう一度納得いただいこようってあー、そうだね、よく見えてる。おらい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 です。